拍手を知らない人から見るとまともな行動をとっているのは交通局の清掃スタッフだけです。あの経営するギャラリーであのバンクシーの作品をあの100万ポンドアートの名目で偽造紙幣を作成していると。確実に赤い風船のインスパイアっていうかもう本当そこそれなんですよね。だからこれはねなんかね多分誰あんま言ってないんですよね。正体不明なグラフィティアーティストっていうのは別にバンクシーの専売特許じゃなくてスティックそしてインベーダーという名前のアーティストもいます。そもそもグラフィティはヒップホップの4本柱ですよね。ワイルドスタイルで取り上げているように権威主義的なベニスビエンナーレに最も反権威主義的なバンクシーが展示するっていうのが最終射程の一つなんじゃないのかなと思ってて、だって他にいないですからね。権威の権化でベニスビエンナーレ以外ないですから、8月21日から12月5日まで、天王洲の寺田倉庫 G1 ビルで開催されます。まあ、バンクシーは誰っていう話なんですけれど、こちらです。でこちらが顔出ししないしていない写像写真になって、バンクシーはイギリスを拠点とする匿名なアーティストであり政治活動家です。で出身はイギリス南西部のブリストル出身の白人男性ということ以外は確たる身元が不詳の世界で最も有名な無名アーティストです。名もなきって意味ですね。で、まあ、オークションサイトでは1974年生まれなと紹介されていることが多いです。で現代 の、 都市空間特にストリートを主戦場とするグラフィティをアートに昇華した男として知られています。で日本語で言うとこれあれなんですけど、無断に描いた路上の落書きを芸術に押し上げたアーティストということになります。でこの本では権力にあがらい恵まれなきに奉仕するバンクシーは現代のロビンフッドだという歌い文句されていて、彼の作品は人間の尊厳へのリスペクトであり不遇の境遇に見舞われた共同体に差し伸べられた温かい心であるっていうふうに形容されています。まあ端的に言ったらちょっとマシな世界にしていこうぜっていうことですよね。でバンクシー皆さんどのくらい知ってますかね。僕はですね2003年にブラーのアルバムのカバーで知りました。で僕自身は熱烈なファンではないんですけれど、ここで取り上げる彼の活動も限定的です。で今回本当だいぶ散らかってるのでまず最初に断っておきます。で紹介なんですけど、まずバンクシーは世界中に熱烈なファンが存在します。でこのセミナーをするにあたって調べ中にですね見つけたソース、そして日本の熱烈なファンの方によるバンクシーについてのブログ、そしてThe Art of Banksy、 そしてジプシーキャットさんのパリスダイアリーのリンクは下に貼っておきます。参考にさせていただきどうもありがとうございました。で本もたくさん出ていましてですね、写真家でありストリートアートの普及に尽力し貢献した第一人者 の、 スティーブ・ラザリレスさんは1997年からバンクシーの、と行動を共にするプロモーターでありマネージャーであるという人なんですけど、その方が2019年の11月に発売されたバンクシー・キャプチャーズ・ファーストエディションは初版でも5000部が即完売になって翌月の12月にセカンドエディションを販売しましたけど、それもイギリス本国では即完売となっているというものすごい人気な状況です。日本ではですね世界一受けたい授業という番組でテレビ紹介され、また現在シンガポール在住の中田敦彦さんによる YouTube 大学でも取り上げられて90何万視聴されて、でまあそういうこともあってですね、意外に本当に調べたら取り上げられてて、でこの中田さんの年表がですね素晴らしかったのでリンクを貼っておきます。そして
数多くのバンクシーに関する翻訳、書籍の翻訳をされた東京芸大の、ですね、教授のですね、毛利義隆さんは、自身でバンクシーアートテロリストという本を2019年に出版しています。で、またバンクシー・イン・ニューヨークを、2016年に共同翻訳されたライター翻訳家の、鈴木東子さんは初期にバンクシー本人に、直に会ってインタビューされています。ということですね、結構日本の、あとですね、バンクシーを15年以上前から追っていたロック批評家アートキュレーターの、星野義彦さんもフォローしてファンで、しかもということで日本にすごく人気なんですよね。でバンクシー自体も、おそらく親日家だと思います。で人々に笑いと驚きを与え続ける、今回はその時代の寵児を追いかけていきたいと思います。それで、まず、バンクシーの活動の軌跡なんですが、1988年に結成されたバンドマッシブアタックの創設メンバーの、同郷のブリストルのアーティストロバート・デル・ナジャに触発されて、反資本主義や反権力などの政治色の強いグラフィティを始めています。でちなみにサードアルバムのメザニーは素晴らしいです。で1992年から94年まで出身地のブリストルでドライブレッズクルーという DBZ の一メンバークルーですねとして活動を始め、最初はスプレーペインティングでカラフルなものだったんですけど、自分がちょっと地質で書き終える前に景観に追われるので1994年頃ステンシルアートに転向したと言われています。で90年代後半にはロンドンに、ブリストルからロンドンに活動拠点を移し、97年に写真家のスティーブ・ラザリドスさんに会い、2009年までの11年間行動を共にします。でラザリドスさんが一緒に行動して運転手とかもやって、写真とかも撮影とかも犯行というか一緒にやって、アートインターベーション のところでの撮影とかもラザリドスさんがやってたりされてます。でその間にですね、2002年に、日本に来日、2003年にブラーのアルバムのシンクタンクのジャケットを手掛けます。2004年に偽札アート、2005年に無許可で大英博物館に作品を陳列するなどのパフォーマンスにより芸術テロリストと呼ばれ出します。2005年8月にパレスチナ側の分断壁に子供が壁に穴を開けている様子や開いたところからビーチが見えるなどの9つの絵を残し、それがですね世界中のニュースで取り上げられて、カルト的だったのアーティストとしてのバンクシーの名が一躍世界で有名になりました。で2006年に、LA で展覧会ベアリーリーガルを、2008年に故郷のブリストルでバンクシー VS ブリストルミュージアムを、2010年にドキュメンタリー映画 Exit Through the Gift Shop を監督し、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を、にノミネートされます。であとはもう The Rest of History というか、もうご存知の通りなんですけれど、ここら辺の詳細についてはですね、プロモーターとしてバンクシーと輝かしい若きいろんな大騒ぎを過ごしたスティーブ・ラザリドスさんも出演する2020年の映画バンクシー&The Rise of Outlaw というですね、バンクシーとアウトローアートの台頭という映画が2020年に出てて、それで時系列を追って
インタビューも交えてやっているので ご興味を持たれた人はぜひご覧ください。後で詳しく講述する代表作を3つさっき、あ、やべ3つ紹介します。まずですね、2015年に英国で期間限定の憂鬱なディズ、遊園地ディズマランドを演出プロデュースしてます。そして2017年3月20日にベフレテムの、パレスチナ側の分断壁の目の前で世界一眺めの悪いホテルのキャッチコピーで開業したウォールオフアート、ホテルですね。でこれがパレスチナの分断の壁なんですけど、そこにこういう風に、描いているというものです。でこれは他の方のかな、まあそうですね、まあさまざまな、バンクシー以外にもさまざまな方が描いているんですけど、こういう形で、国際法的には違法の、分断壁をパレスチナの方、イスラエルの方がちょっと400キロ、全長400キロで作っている。それでそれが700、そうですね、でこういうふうに作られたものに、その分断はやめろっていうふうなメッセージをパレスチナの方の、壁に書かれているっていうことです。そうして、次に2018年10月7日にサザビーズオークションで出品されたガール・ウィッド・バルーンという赤い風船に手を伸ばす少女が1億5000万円で落札された直後に、額縁に仕掛けられたシュレッダーが作動し、作品が切断したというアーティスティックインターベンションシュレッダーの事件があります。でバンクシーのブレイクはですね、2005年にこのパレスチナの分断壁に残した9つの絵で、2010年にドキュメンタリー映画エクジットスルーザギフトショップで名前が聞くようになります。そして極めつけがこの2018年のサザビースオークションにおけるシュレッダー事件で、これがですねマネージャーの交代に関してなんですけれど、2009年からマネージャーが変わってます。もともとラザリドスさんが97年からマネージャーだったんですけど、2009年を境にハリウッドにパイプを持つブラッド・ピットやアンジェリカ・ジョリーのマネージャーのホーリー・カッシング女子に変わっています。で経緯はですね、2006年に行われた LA で行われた展覧会ベアリー・リーガルで知り合って意気投合した。それがでこのマネージャーの交代によってカッシングさんのマネージャーになってから2010年のドキュメンタリー映画にができているっていう風な大きな要因の一つです。でバンクシーの指数関数的な世界認知に関してなんですけど、やっぱり一つの要因はやっぱり映画です。で世界映画市場っていうのは4兆6600億あるらしいんですけど、まあ単純に10ドル、まあもっとインドとか安いと思うんですけど、映画に行くのが4000億人が行ってるっていう映画館に。でエグジットスルーザギフトショップは全米では2010年の4月16日から、11月4日まで、公開されて、ボックスオフィスは世界で、538万ということは、世界中でドル10ドルチケットを考えたら54万人が見てます。で YouTube に無料で3年前に上がった映画、その同じ映画ですねは42万視聴されて、まあ、ざっと100万人がバンクシーを知っている状況です。で次に報道です。で、パレスチナ側の分離壁に残した9つの絵、それとともに額縁に仕掛けられたシュレッダーが作動したっていう、このこれですよね。でおそらく映像を見られた方もいらっしゃる、多くいらっしゃると思うんですけど、世界各地の報道機関でニュースで取り上げてますから、まあ、多分ざっとですね5億人から10億人ぐらい見たんじゃないかなと思ってます。
で、2年前に無料で上がっているそのニュースのやつも、2000万人ぐらいが視聴していました。YouTube に上がってるのが。で、これがですね、一つの理由なんですけれど、バンクシーがなぜこう指数関数的に世界認知されるかっていうところなんですけど、それまではイギリス国内の、デイリーなどのに新聞やアート界のニュースだったのが、2014年以降の4つの映画のリリースによる広報、そして世界報道ニュースを通してバンクシーは今やグローバルに知られる構造を掌握しているっていうことになります。で、ニュースを見る層と映画を見る層とアートに関心があって見る層で、階層ごとにコンタクトポイントを作ってるんですよね。で、これがアートに詳しくなくてもバンクシーの名前は聞いたことがあるっていう風な現象のゆえんです。で、なんでこんなことができるのかに関してなんですけれど、